暗すぎるわ。暗視フィルターをオンにして。なんだって？あのね、あなたのカメラにいくつか新しいフィルターをつけたの。だから老人の小言が済んだら試してみて。おお、いいな。何か面白いものある？今探しているところだ。ここは監視用の部屋みたいだな。よし、調べてみるか。身体的には症状がありません。大きな進歩です。それ以外は変化なし。そう、それで進歩ではなく完成させて。クライアントが第一です。とにかくこのプロジェクトには長い時間がかかります。今回の進歩というのは。期限を守れない先生の代わりならいくらでもいるわ。他のと一緒に。実験してるんだ。でも何のために。観察だな。何かを作り出そうとして。そうな、いらんく当然こいつらをとっちめに行くわよね。待て待て、ネタを掴んでその場は退散。あと変で金をもらう。それ以上は俺たちの仕事じゃない。何か言いたいことが。山ほどあるわ。おう、今日はノーパンはやめとくべきだったぜ。もうフランク、気持ち悪いわ。しまった、このドアは暗証番号がかかってる。スペクトルアナライザーでハッキングできるわ。当ててやろう。また俺のカメラをいじっただろう。あ、よかったわね。デッドの上でよく言われる。こんな風に錯乱するのは初めて見た。フランク、彼女を見て苦しんでるわ。ああ、前に進むにはこの部屋を通るしかない。鍵がかかってる。通れないわ。そこに人がいるもの。制御装置があるわ。面白い。バーベキュー好きなやつはいない？本当に？もうフランク、こんな残虐な行為が行われてるのに軽口を叩くことしかできないの？それは言いがかりだ。写真もいろいろ撮ったし、考え事もいろいろしてる。この人たちの苦しみなんて本当はどうでもいいんでしょ。本来の目的を忘れるなよ。それが終わったら退散だ。いいな、いいな。これ見てよ。写真だ。全部撮れ。みん
な同じ顔ね。ああ、大家族かな。いや、違うでしょう。よし、ふざけるのはやめだ。写真を撮ってずらかるぞ。中に何かある。スペクトルアナライザーなら中身が見えるんじゃない。別の一体だ。この野郎どもは何をしてるの。写真を撮るんだ。コーヒーブレイクは後だ。ベストアングルで撮ろう。これ何かわかるか。 DNA 検査の結果みたいな。人間のクローンを作ってるの。監禁や人体実験までしてゾンビ研究用の材料を。ビッグ、このネタなら俺たちはありとあらゆる賞を総なめにできる。だから頼む、落ち着いてくれ。ここから出るまでは他のこと考えるな。出るって、ここ？あんな行為を野放しにして。誰かが泣いてる。ビッグ、必要なものは手に入れた。急いで帰るんだ。ビッグ、止まれ。どこに行くんだ。ゾッとするぞ。だがいいのが取れた。よし、いいぞ、最高だぜ。生物兵器のウイルスの実験でもしてるのか。おい、ダメだ。くっ、そしゃ血迷ったか。ネタを手に入れたらつらかるって言っただろ。私はただ。落ち着け、ビッグ、落ち着くんだ。こいつはまずい状況だぞ。見捨てるつもりだったのね。彼女利用する気。まずここから出るぞ。いいな。写真のため。バカバカしいわね。ジャーナリストは報道するのが仕事だろうが、お前には無理か。客観的にはなれないってのか。だったらすぐに帰れ。行け。じゃ5秒も持たねえ。この辺に使えるものがあるかも。やったぜ。こうでなくちゃ。
ゲートの開閉装置か？コードロックがかかってるようだ。よし、聞けのあたりんども。侵入者に好き勝手されてる現状を放っておくことはできねえ。黙って準備して型をつけろ。わかったな。はい、はい。くそ